佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、腰痛もなくなってウエストもダウンする股関節ケアですね。シェー体操っていうのはシェーの形をしてやる体操なんですけど、シェー体操しないシェー体操になります。ここですね、仙骨を触りながら骨盤に手を当てて、これでただ揺らす、そうです、そう、自転車こぐみたいな、まあ、前後だけで構いませんので、ぐっと前に倒れていただいて、でシャカ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 っていって仙骨を感じてもらいます。これを32回くらいやるかな。そして深呼吸をする。ですね。それでシャカ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 1、2、3、4、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、6、7、8、4、2、3、4。この時に膝が浮き気味なので、これをグッと前の方に倒していただいて、あなたらグッと前のうつ伏せに近いような状態でも構いません。仙骨ですね、仙骨を全体と、まあ、ちょっと手もずれてていいので、この揺れを感じるっていうことが大切で、そうするとここはね、副交感神経なのでめちゃ気持ちいいんですよ。ただ気持ちよさを感じていただくってことで、深呼吸でじわーっと、このまま寝ちゃっても大丈夫ですからね。ふう、ただ呼吸してリラックスできれば OK なので、ふう、めちゃ簡単でしょ、これだけです。じゃあ反対側をやってみますからね。反対側もぐっと丸めて、お尻のこの仙骨ですね、仙骨に手を置いて、でこの状態で1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、3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 、
鼻から吸って口から吐いて、これを3回ぐらい繰り返してください。3、4、5、6、7、8、2、2、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、6、7、8、もう一回ですね。で、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5。で、これしんどくなったら手がなくても大丈夫です。もう一回触れてますので、触れたイメージでただ1、2、3、4、もしくは誰かに触ってもらう。とにかく仙骨の揺れを最初に感じて、もう感じちゃったらここで感じることができますので、ただ揺らして仙骨をイメージしながら、自分の仙骨とか仙骨周りの皮膚で仙骨の揺れを感じていただければいいので、これで OK です。非常に簡単なので、これだけでもね、ウエストも細くなりますし、十分筋肉ってわーっと緩んでじわーっと温まっていきます。このじわーっと温まってる神経っていうのは副交感神経なので、体全身に到達するんですね。そうするとリンパ管も血管も毛細血管も毛細リンパ管も全部開いて循環が良くなって、また気持ちよさを感じることができますので、このじわーっていうところにフォーカスした姿勢体操になりますので、何回かやって感じてもらうためにやる方法なので、1回感じたら普通の姿勢体操やりながらでもこの仙骨に意識持ってったり、いろんなところに意識持っていくと、そこの部分が緩むようになりますので、ぜひやってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、質問とか感想ありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。